はい、おばさんです。というわけで、ドゥルルルデデンデン、北のリーフや V スター、氷のグレイシア V スターがね、発売しましたということでね、こちらを早速開封していきたいと思います。まあ正直ね、セット内容は結構そんなごちゃごちゃしてなくて、グレイシア V スターとグレイシア V とプレミアム V スターマーカー、そしてスターバースのパックが8パック、そしてプレイヤーズガードが1枚ということになってますんでね。まあ基本的にはこれに、まあパックがもらえるだけだよって感じなんですけど、プレミアム V スターマーカーとかいうなんかね、すごいおごそかなお名前の商品なんかもあったりするんでね、早速開けていきたいと思います。いや、しかしね、なんかこういう系の商品って、あれをちょっと思い出すんですけど、EV ヒーローズの時に、スペシャルセットっていうのがあったんですけど、EV ヒーローズの。それだと、なんかパックからね、サンダース VMAX か、AP VMAX か、ブースター VMAX か、なんかシャワーズ VMAX がもらえるみたいなセットだったんですけど、シャロンそれね、手に入んなかったんですよね。だからそれだけ開封動画も上げてなくて、結構嫌な思い出があるんですけれども、まあ、今回はね、こちらは、まあ、しっかり買うことができましたね。さあ、これがね、多分ガイドなんですけど、見てみますか。新たな能力、V スターパワーが登場ということで、まあ、V スターがね、2枚しか取られないチート性能であることだったりとか、まあ、特性とか技がね、どうちゃらこうちゃらみたいなの書いてあって、クリステルスターで攻めていこうみたいなことが書いてあると。まあ、現実的にボスの指令を食らってしまうということは書かれていませんね。さあ、好きなカードを2枚手札に加えることができると、スターバースで、まあ、手に入るカードの説明みたいなのもね、あってね。水タイプのポケモンならこれらと組み合わせようみたいな感じで、おすすめのカードとかも書いてあるみたいですね。さあ、そしてこれをパカッと開けますと、さあ、ご対面。じゃあ、まずは、このね、目玉のカードちゃんから見ていきましょうか。これね、ちょっと傷つけないように取り出すのがちょっとね、怖いんですよね。さあ、グレイシア V スター。ということでね、いや、いいですね、実物。ここになんかこう、光がこう集まって、なんかこれさ、デュエマのさ、進化カードわかる？これね、伝わるかな？これ、デュエマの進化カードにめっちゃ見えるわ。ここ、これなんか進化玉みたいなのがあるんだけど、デュエマの進化カードって。それに見えますね。技、つららショット。逃げられなくする技。で、クリスタルスターが次の番ね。技のダメージとか効果を受けないってことなんですけど、まあ、ベンチにポケモンがいない状況でね、使えたりするとすごい強いんですが、現実はやっぱり穴抜けの紐とかボスの指令とかね、食らっちゃいそうな感じがありますね。さあ、そしてこちらが、はい、グレイシア V ということで、まあ、氷結覚醒のグレイシア V が強いんでね、こっちはそんなに使われないかなと思いますけれども、でも、エネ加速できる技は結構強い。いや、なんかこっちの方が強い気がしてきた。今更ながら。いや、これも強いな、多分。30ダメージ。これ30ダメージは結構でかいかもしれないですね。意外と。うん。まあ、こっちもちょっとありかもしれない、意外と。はい。そしてこれがね、プレミアム V スターマーカーといって、お質感めっちゃいいわ、これ。これね、紙じゃなくて、プラスチック製なんですけど、これ質感めちゃくちゃいいですね。これいいわ。これだけで価値あるかもしれない。なんか、あれに入ってた、スリーブとかに入ってた、これ紙製のやつ、シャロンが使ってるやつ。結構チャッチいんですよね、正直。まあ、こういうケースに入れちゃえばまあいいんですけど、結構チャッチいなって思ってたんですけど、これはね、すごいしっかりしてていいですね。これ全人類に使ってほしいかもしれない。さあ、そしてスターバースのバッグ。まあ、こちらちょっとね、リーフィアの方も開けたらね、まとめて開封していこうと思います。さあ、お次はこちら。草のリーフィア V スター。ダイパリメイク推しだからね、やっぱりリーフィアとグレイシアだと思うんですけど、結構ね、個人的には VMAX とかはでもね、登場してないカードやっぱたくさんある中で、V スターと VMAX 両方存在するリザードンとかね、リーフィアとかグレイシアとかちょっとね、どうなんだみたいな意見もあるかなと思いますが。さあ、リーフィア V スターこれもね、さっきと同じような感じで IB スターで、なんかちょっと使い方とかをね、なんかこう教えてくれてるような感じになっていて。で、こっちも、ドダイトスとかガーメールとかのね、ことが書いてありますけれども、ドダイトスデッキには入らないんじゃないの？リーフィア V スター。まあ、という感じでね、まあこういう説明がありますよと。で、こちらもパカッと開けていきましょう。リーフィア V スター。でるーん。こっちは進化玉がないのか。はい。で、こっちはね、リーフガードと、まあ、IB スターを持ってますね。なんか V スターパワーとかって全員スターが入ってるみたいなんで、まあ、IB ってどういう意味ですか？コメント欄で教えてください。という感じで、まあ、リーフィア V スターね。これは結構なんか、まあ、特性はやっぱり強いですよね。リーフィア VMAX のデッキには、まあ、確実に入りそうですけど、まあ、リーフィア V スター専用デッキはどうかっていう感じで、
これね、すごいややこしいんですよね。リーフガードなんですよ、どっちも技が。なんでこうなったのかな。まあでも仕方ないか。なんか進化前と進化後は同じ技持ってるってすごいちょっとややこしいですよね。この前、リーフィアデッキにさ、リーフガード食らってさ、とかなった時にどっちかわかんないじゃないですか。これちょっといやらしいなと思いました。まあでもこっちはね、あんまり使われないのかな。やっぱり緑化細胞の方がね、めちゃくちゃ強いですもんね。さあ、そしてプレミアム V スターマーカー2個目ゲット。これでね、シャロンチャンネルの対戦相手と自分でこう、使えますね。さあ、そしてパックがね、ドボンと用意できました。さあ、こっちがリーフィアの方に入ってたパック。こっちがグレイシアの方に入ってたパックということで、早速ね、開けていきたいと思います。いや、これマジめっちゃ、これ分かりますよ、この感じ。音でね、この質感が伝わるかなと思うんですけど、めっちゃいいっすよ。なんか、碁石みたいな。シャロンも実はね、昔囲碁やってたんで、ヒカルの碁に憧れて始めたわけじゃないですよ。なんか、おじいちゃんがね、有段者で始めただけなんで、ヒカルの碁ね、もしね、読んだことない人いたら、本当に読んでほしいなと思います。全然関係ない話だけど。ヒカルの碁って本当になんかね、対戦、まあ、ポケモンカードって対戦ゲームじゃないですか。対戦ゲームをやるにあたってこう、持っておくべき心構え、対戦相手を叩きのめすとか、人より上の成績を残したいとか、なんかそういう競技的な部分において共感できることがすごい多くて、ポケモンカードの大会とかに出るプレイヤーの人にはぜひね、読んでほしい漫画だなと思いますね。ボスのシルエット。ヒカルの碁本当にもう何回読んでも名作だなって感じで、ヒカルの碁の中でね、なんかね、対戦相手がちょっと知り合いなんだよ。知り合いのいすみさんっていう人がいるんだけど、すごい大事な昇格戦みたいな、まあ、公式戦みたいなのがあって主人公と戦うんだけど、CUV スター、そこでね、囲碁ってさ、ポケモンカードと一緒でさ、宣言しちゃったらもう戻せないの。ポケモンカードと一緒って言ったら囲碁になんか失礼かもしれないけど、ポケモンカードもチェレンの気配りでやっぱやめます。やっぱりボスの指令でとかっていうのってさ、ダメなんだよ。禁止なんだけど、一回宣言しちゃったらね。囲碁も一緒で、一回こうやって、置いた後に、やっぱこっちにするわみたいなの、ダメなんだよ。ルール違反なんだよ。なんだけど、それの条件が、まあ、ポケモンカードはさ、まあ、宣言したかどうかとかって、基準あるんだけど、囲碁は、指が碁石から離れたかどうか、置いて、やっぱやめますじゃなくて、置いて、これはありみたいな、んーちょっとみたいなありみたいな、多分基準があるんだけど、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、みたいな基準があるんだけど、それで泉さんがね、指を離しちゃったんだよ。離しちゃったんだけど、やべえミスったと思ってこうやってスッと戻すシーンがあって、その時に主人公も気づくんだよね。え、今指離れなかったかみたいな。指離れたのにそれを、え、なんかボスの尻2枚出たんだけど、指今離れなかったかみたいな感じになって、でちょっと気まずくなるシーンがあるんだけど、ポケモンカードでめっちゃこれわかるわと思って思いましたね。ポケカもやっぱさ、大会出たことある人がいたらさ、わかると思うんだけどさ、クイックボール使います、あーごめんなさいちょっとやめますみたいなことをやっぱり言う人っているんだよね、大会で。どうしても友達同士とかやったらいいけどさ、やっぱり大会だとそれってまあマナー違反なんだよね。そのもちろんさ、こっちがさあ、まあいいっすよ、全然戻しちゃってもとかって言ったら、まあ許されることではあるけど、やっぱりルール上本当は良くないわけ。気まずいわけですよね、言われる側も。やっぱりそういうのは言わない方がいいんだけど、そもそもね、みんなちゃんとマナーよくやろうっていう話でもあってね、シャロンチャンネルでもマナーに関する動画なんかも出してるんで、よかったら見てほしいんですけど、だけどやっぱさ、言われたらさ、なんかさ、まあまあそんぐらいならいっかみたいなさ、なっちゃう人も多いじゃないですか。まあ、シャロンもね、おお、アルセウス V スター、ナイス、いいね。シャロンもね、やっぱりちょっとな、和気あいあいとやってたら、なんかまあ、まあまあ、いいかなとか思っちゃうこともやっぱあるわけですよ。ちょっとしたイベントとかだったらね。だけどね、まあ、そういうのちょっと良くないと。まあ、どういう話かっていうと、まあ、やっぱりヒカルの碁を読むと、なんかそういう、うわ、これ、大会であるあるすぎだろみたいなとかあったり、なんか、すごいなんかね、大会で頑張ろうみたいなね、なったりするようなね、いいシーンとか、燃えるシーンとかね、多かったりするんで、本当におすすめなんですけど、なんで俺こんな話してんの？もうこれが碁石に似てるから悪いんだよな。絶対ね、これ碁石っぽいなみたいな人いると思う。てか、こだわりベルト、めちゃくちゃ出るんだけどさ、SR が出ないっていうね、SR 出てほしいな、どちらかといえば。ラスト！ボスの指令3枚？ボスの指令3枚、こだわりベルト3枚、なんだこれ？なんか、わけわかんない封入なんだが。はい、というわけでね、シャロンチャンネルのリーフィア
セットとグレーシアセット開封はシェイミ V2 枚、ボスの指令3枚、こだわりベルト3枚のね、謎セットでした。はい。でもこれってさ、見方によってはめちゃくちゃいいよな。めちゃくちゃこの辺ってもう汎用性高くてさ、3枚とか欲しいからさ、まあ見方によってはめちゃくちゃいいんだけど、まあでもね、16パック開けてるわけだから、ちょっと SR ぐらい欲しかった感はありますね。欲張りかもしれないですが。はい。というわけでね、こんな感じで開封してみたわけなんですけれども、まあ、グレイシャー V スターとね、リーフィア V スター自体は、正直めちゃくちゃ強いかっていうと、まあ、そうでもないと、シャロンは思ってます。なんでね、まあ、欲しい人は買えばいいかなと思うんですけど、このセットのおすすめはやっぱ何よりこれかなと思いましたね。このプレミアム V スターマーカーが本当に質感も良くてね、こういうのがあるとやっぱ、日々のポケモンカードがすごい楽しくなると思ったので、まあ、これをね、手に入れるために、1セットを買って、まあ、このパックとかもね、楽しんでみる。まあ、こういうのはね、ありかなと思いましたね。スターバースも割と今出回ってますんで、正直もうね、スターバース買っても欲しいカードねえわ、みたいな人もね、いるのかなとは思いますが、これがね、手に入るっていう時点でかなりいいセットかなと思いましたんで、ぜひね、興味ある方、買ってみてください。それではね、見てくださった方、ありがとうございました。意味不明な、光の語トークに付き合わせてしまって、あれだったんですけれども、漫画とかね、シャロン大好きなんで、機会があればこういう話もね、配信とかにもしていきたいと思います。それじゃ、バイバーイ。